つも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。あ、ちなみに今度やろうと思ってる電動ハンドガンの電子トリガーカーだったりとか、さっきのネオジムモーターの取り付けとか、に関しては、僕が、勝手に考え出したわけでも何でもなく、ほとんどが電研さんのネタですね。はい。なので、ありがたくね、情報公開されているので、それをありがたくね、ちょっと参考にさせていただきながら、カスタムをね、ちょっとやっていこうと思ってます。はい。ただ、電研さんのカスタム内容は基本的に、初速を上げるっていうね、方向性のものなので、僕は実はね、初速を上げるつもりがないんですよ。そう。今回はね、初速を上げてみないと、モーターがどんだけ強くなったかわかんないから、バネをね、変えるっていう、ちょっとカスタムになっちゃうんですけど、ありきたりっちゃありきたりかな、のカスタムになっちゃうんだけど、そう、僕ね、今度電動ハンドガンでは、小静音化っていうところにね、ちょっと着目して、カスタムしようと思ってるんですよ。失敗する可能性は、今のところ感触では、小3、6割ってとこかな。そう。なんでそんなこと言ってるかというと、この動画を見てくれている方に、先行的にちょっとお知らせをすると、実はね、セク化しようと思ってんですよ。このセクターをカットしようとしてるんです。そう。要は、結局、僕が DSG を好んでやってるのも、セクターがね、半分しか動かないわけじゃないですか、普通のね、フル、16枚刃とか、要は普通の、シングルセクターよりかは、デュアルセクターギアにした方が、モーターの動く距離が短いので、それだけね、静音化につながるでしょうっていう理論のもと、ここをしばらくね、そういったカスタムを、してきたわけなんですが、それの応用の応用って感じっすね。だからこいつも結局、デュアルセクターなんてのは存在しないし、多分それ無理だから、このシングルセクターの1枚を刃をね、カットすることによって、ピストンの、交代量も減らしますと。でもモーターの動きも減るから、イコールピストンの交代量も減りますと。そう、ピストンの交代量が減れば、イコール静音化につながるだろうと。っていうね、勝手な理論のもと、そういったことをね、ちょっと実践しようとしてます。はい。で、それやると、誰でもわかる通り、初速がガタ落ちしますと。そうだよね。で、その、ガタ落ちするであろう初速をどこまでカバーできるかっていうのがね、一番の、ネタっていうか本題になるかなっていう感じですね。一応このね、アングスのカスタムスプリングは、入れる予定ですと。なんかついてきたけど。そう。で、それプラス、エアの容量を上げようと思ってます。はい。エアの容量を上げる手法としては、もうここのね、ピストンヘッドを薄くする。ここがね、要は電研さんがやってるやつですね。をちょっと、アイデアをいただこうかなと思ってます。はい。で、それ以外にやろうと思っているのが、あれですね。バレルの、内径を減らす。要は、タイトバレルを入れるっていう手法ですね。はい。もうこれはね、定番っちゃ定番かなって気がしてるので、バレルをね、の内径を絞ってあげれば、それだけ初速が上がるっていうのは、目に見えてるので、それをね、もう合わせてちょっとやれば、もしかしたら、頑張ってプラマイマイナス1ぐらいまではね、持っていけんじゃねえかなと。そう。もともと初速が、電半ってどんぐらいだっけ？初速50後半ぐらいだっけ？ちょっと忘れちゃったけど、60として、60だったのが、58とかね、ぐらいで収まれば、いいかなと。そう、せっかくすれば多分ね、40ぐらいまで落ちる気がするんで、なんとなくね、勝手に想像で言ってるので、どこまで落ちるかわかんないけど、40まで落ちたのを、スプリングを強くすることによって、なんとか58とか、6とか、58まで行けばいいかな。わかんないけど、って、若干思ってます。はい。
まあそんなね、作戦をゴニョゴニョと、まあ考えてる次第でございます。はい。まあそれで、まあそれだけじゃなくて、まあそれでプラス、電子トリガー入れて、で、電子トリガーで振りコックをすれば、もう最強のね、静音化された電動ハンドガンっていうのがね、完成する予定です。はい。まあこれできればね、多分最強、史上最強になれるんじゃないかな。まあそんな気がね、若干してるんですよ。はい。よし、じゃあちょっとゴニョゴニョ、走りに走った理由は1個で、このパーツがどこのパーツだかわかんねえや。どこやねん、これ。ああ、わかったわかった。ここだ。モーターだ。よしよし、ここだ。この変なやつなんだ。ああ、モーターを、これで止めてんだ。なるほどね。こうだ、こうだ。はい、はい、はい。で、この出っ張りを、ここのモーターの穴に突っ込むんだ。穴に突っ込む。らしいです。はい。あ、入った、入った。ああ、入った、入った。おっしゃ、来たー。おーおーおー、いいんじゃねこれ。おっしゃ、来た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 、はまった、はまった。よし、そしたら、あとは、ピストンとか、なんかその辺でしょ？まあ、今回はね、単純に、威力を、強くしたいだけなので、圧縮、抜けるね。結構抜けるね、これ。じゃあちょっとグリスアップをして、抜け防止としましょう。そう。なんかね、ここもね、なんか、デフォルトのグリスより、なんかね、違うグリスを入れてあげることによって、気密を上げて、初速を上げるみたいなね、手法もあるらしいので、うん、多分今使ってるこのグリスでちょうどいいんじゃねえかな。まあ、割と粘度の高いね、グリスを使うといいっていう情報をキャッチしたので、これ誰が言ってたんだっけな。あれだ、あれか。あれ？ピーマンさんだったかな？ちょっと忘れちゃったけど。よーし。というわけで、このね、GAW さんのグリスで多分大丈夫っぽいですね。うん、僕はいつもこうやってね、反対側手で押さえて、これで、こうやって突っ込んで、ほら。よし。エアが漏れがね、ないかどうかをチェックしてます。はい。うん、いい感じだね。うん、さっきより断然いい。よし。じゃあ、続き行きましょう。はい。次は、これだね。多分これだと思う。よっしゃ、このね、ライラの、シリンダーヘッド。はい、使ってみましょう。これの、面白いな、これね。何が面白いって、普通はさ、シリンダーヘッドの内側の、ここのね、要は、ピストンが当たる部分をショック吸収するのが、まあ、普通の考えですと。これね、逆なんだよね、ほら。ね。要は、メカボを保護したいわけよね、これはね。いやー、面白いなーと思って。そう。で、分厚さを見ると、一緒だね。なるほど、なるほど。一緒です。はい。一緒なので、まあ、何もエアの容量はね、変わるわけではどうもなさそうなので、はい。まあ、今回、これを使っていこうと思います。はい。よし。まあ、今回は静音化したいわけではないので、だから、本当に静音化と、なんだっけ、メカボ保護を両方考えるんであれば、多分こっちの側にもね、なんか自分で、跳ねないとね、薄いやつ多分1万円ぐらい貼ってあげた方が、いいかもしれないですね。あ、なるほど。このパーツはまんま使うんだ。はいはいはい。あ、こうね。あ、わかったわかった。こうだ。はい。よしよしよし、わかった。よっしゃ、オッケー。で、ここもね、やっぱエア漏れの対象になるので、うん。まあ、ここもちゃんとね、グリスアップしてあげましょう。よし。まあ、中立って、こんなとこからエア多分漏れんと思うけど、そんな対してね。うん。これがね、なんか、初速、やっぱ80とか、を超えてくるやつだと、こっからね、エア漏れるかもしんないけど。まあ、こんなんじゃ漏れんやろ。と思うけどね。どうなんだろうね。よし。あ、けどね、結構スカスカだな。ちゃんと動いてるっぽいから、まあ大丈夫かな。あ、こうやってやんのね。へぇ、危ね危ね、そのまま組み付けるとこだったよ。よし、で、これをここにつけます。怪しいね、機密が。巻いとくか。たださ、これ、動くようにできてんだよね。動くものを止めんのどうよって気がすんだけど、
いやーこれ判断が分かれるな。いつも通りシールテープでちょっと保護じゃねえや、エア漏れ対策しますか。なんか間違ってる気がするな。だってさっきも言ったように、このシリンダーヘッドはね、やっぱここに入って、ここでね、こうやって動く、こうやってガチャガチャ動くことを、こう、多分前提としてるので、そこにね、これを巻くのってね、なんかね、なんか違う気がすんだよな。けど、まあ、漏れてほしくないのは事実だから、まあ、巻いてみるか。一旦巻いて、まあ、様子を見るしかないっすね。なんかとてつもなく間違ってる気がする。まあいいや。もうな、試しっすね。よし、で、これがこうきますよ。あ、よしよしよし、硬い硬い。よし、これなら漏れんな。あー、けど動くね、ちゃんとね。よしよし。うん、動く動く。大丈夫だ。うん。よし、で、ここの切り欠きが、ここに入んだよね、確かね。だから、こうか。こんな感じかな。あれ?こんな感じかな。おーし。よし、入ったっぽいぞ。よいしょ、ピストン入れて。ちっちゃい。よし、よし、で、シリンダーもちゃんとセットしてと。まあ、そんな間違ったことしてねえと思うんだけどな、思いたい。いやー、モーターだけをね、外してみたかったんで、実はあんまちゃんと見てないんだよね、バラすときには。つうかさ、これだってどこのか、あー、これあれだ、タベットプレートを押し戻すバネだ、これ最初に入れなきゃダメだ、危ねえな。よし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 、よかった、気づいて、入れんなら今だ。よしよし、よかったよ、よく気づいたな。よし、こうやってちょっとずらせば多分入んじゃねえの。よし、じゃあこれを入れます。よいしょ、こら、あららららら、これ入れるの難しいね。せい。よっ、こら。しょ。あ、いた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 。よっしゃ、よっしゃ、来た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 。よっしゃ、行きました。あ、ここまで行くのね。あぶねえ、あぶねえな。だいぶ想定と違うぞ。ってことは、これもうちょっと前まで出さなきゃ、この辺まで出さないと届かないでしょ、これ。よっこい、せー。よーし、こんな感じかな。よし、はまりましたね。おお、動く動く。あ、いいね、いいね、いい感じじゃん。こっちの問題かな。あー、わかった、わかった。ここに、こう段差があるんすよ。この段差を、この内側のパッキンが乗り越えた時の衝撃だ。あー、わかった、わかった。よしよし。これ、仕様だね。オッケー、オッケー。それがわかれば問題ねえっす。よし、じゃあちょっともう一回だけグリスアップして乗せようかな。よーし、あ、そうなっとんのね。なんかわかんないこと、わかんないことだらけだな。よし、わかんないことじゃなくて知らないことだらけだね。うん、そっちの方が正しい。そう、わからないわけじゃない。よし、じゃあ、ここまではなんとかなりました。はい。で、ここも、このガタガタは使用です。はい。で、エア漏れの対策はしました。よし、じゃあ、あとはもう閉めるだけだね。うん。忘れ物がなければ。大丈夫だと思うよ、多分。よし、じゃあ、スプリングをね、入れていきましょう、これね。ふわ、丸い H。よっしゃ、こう。本当に何がどんだけ違うんだろうね。こっちがノーマルね。うん、まあ長さはちょっと長いね。おお、何これ、うっそ。めっちゃ小型いよこれ。え、いいのこんなの入れて。マジ、うわすごい。こっちが仮にね、適当な数字言うよ、こっちが80だとしたら、こっちの形110ぐらいあるよ。こんなん入れたらさ、メカも壊れるよそりゃ。かっで、こんな硬いの入れていいの。逆に思った。こんな硬いの入れて、このノーマルで回せるんだ。うん、そっちの方 にびっくりだよ。すごい。あ、しかもこれちゃんと不等ピッチだ。ってことは、こうだね。うん。へー、こんな硬いの入れていいの。
ああ、もうなんかもうびっくりだよ。いろいろびっくりだよ。まあまあ、けどさ、普通の電動ガンなんてそうだよね。もともとのノーマルがさ、80ぐらいのに対して150とか160とか入れるわけじゃん。まあね、自分も最初思ったもんね。やっぱ、こんな硬いの入れていいのってね。モーターこんなバネ引っ張れんのみたいなさ。だから次にちょっと心配なのはさ、こうギア周りだね。けどさ、このカスタムスプリングを入れて、なんだっけ、メカボがね、ここがね、まあよく割れるらしいんですよ。ここがパッカーンするらしいんですけど、メカボは壊れたけど、ギアが壊れたってね、あんま見ないんだよな。まあけど、まあ普通に考えたら壊れるよな、ギアもな。まあいいや。細かいことは気にしないことにします。はい。じゃあ、ぐにょぐにょ言ってないでさっさと組み立てましょう。